第1レース1着になりました、茨城竹中美吉田拓也選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。最初スタート亀山選手が取りに行って前受けになりましたけども、作戦はいかがでしょうか。まあ、後ろよりは前めに取ろうって作戦で、まあ、北井さんがちょっと後ろだったんで僕らのラインの、まあ、若干やばいかなと思ったんで、あそこはちょっと赤馬を踏んで若干レースちょっとまあごちゃつかせたいなと思ったんで、はい、最終フォームのところで押しかけたと思うんですけど、あれは叩きに行った仕掛けだったんですか。そうですね、かましに行ったんですけど合わされちゃったんで、あの臨機応変にバンって入ってたんですね。それはすごくいい展開というかあれですけど。そうですね、あのついてました、はい。前回の G1 の日本選抜に続、はい、日本選手権に続いて1着スタートになりましたけども、まあ、今回ポイント制度のより1着スタートはでかいですか。そうですね、まあ、気持ち的にも少し楽になるので、まあ、1レース走ってこの後ゆっくりできるので、まあ、明日以降に備えて気持ちまた入れ直してもらいます。でまだ、5日間ありますけども。そうですね、はい、長いと思うので、はい、意気込みを最後お願いします。はい、スイスオプター頑張ります。応援お願いします。